It is a privilege for me to share. 今晩皆さんと共に過ごすことを光栄に思います。毎年1月になるとミューチャルの新しいテーマの発表が楽しみです。でも過ぎた年のテーマの教訓をしっかりと身につけたかどうか、いつも立ち止まって考えます。では最近のテーマをちょっとおさらいしましょう。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。括弧として揺らぐことなく、いつも多くの良い行いをしなさい。信者の模範になりなさい。強くまた大きくあれ。そして信仰箇条13条、私たちは正直、真実、純潔、慈善、徳高くあるべきこと、またすべての人に善を行うべきことを信じる。一年を通してこうした聖句に重点を置いて研究することにより、聖句が心と精神に染み渡り、証を育むことができました。皆さんが今後もその導きに従い、さらに2012年のミューチャルのテーマ、教義と制約の聖句に目を向けていただきたいと思います。115章の前書きにはこのような説明があります。1838年、ミズリ州ファーウェストでジョセフ・スミスはその地を築き上げて主の宮を建てることについての神の御心を知らせた。預言者は明るい希望と自信に満ちていました。五節が今年のテーマです。主がジョセフにこう語っておられます。誠に私はあなた方すべてに言う、立って光を放ちなさい。それはあなた方の光が諸々の国民のための旗となるためである。立つという言葉を聞くと何が頭に浮かびますか？私個人は皆さん、すなわち教会の気高い青少年を思い浮かべます。早朝セミナリーに出るため毎朝起きる勤勉な皆さんの姿が思い浮かびます。毎日祈りを終えて立ち上がる忠実な皆さん、証を述べ標準を守るために立ち上がる勇敢な皆さんのことを思います。福音に従うという強い決意と良い模範に心が鼓舞されます。皆さんの多くはすでに立って光を放すという勧告を受け入れ、光を放って他の人にも同じようにするよう励ましています。立って光を放すことができる最も素晴らしい方法の一つは、確信を持って神の戒めに従うことです。これらの戒めは聖文、現代の預言者、小冊子、和光度の強さのためにから学ぶことができます。皆さん一人一人がこの小冊子を持っているべきです。尊敬する友人が教えてくれたように、私はあなたとためにという言葉に丸をつけました。この単純な行いにより、これらの標準が一般的な指針であるだけではなく、私のためにあることを思い起こすことができます。皆さんも時間をとって自分の小冊子を始めから終わりまで読み、この2つの言葉に丸をつけ、あなたのためにも書かれていることを御霊が証しするのを感じていただきたいと思います。和光度の強さのために書かれた標準をおろそかにするか、忘れてしまう誘惑に駆られる人もいるかもしれません。小冊子を見てこう言うかもしれません。ほらね、お母さん、何々についてはここに書いてないわ。あるいは自分にこのような口実を言うかもしれません。私のしていることはそれほど悪くはない。何々さんほど悪くないことは確かよ。ハラルド・B・リー大官庁はこう教えています。神のあらゆる戒めの中で最も大切なものは、それを守るものが非常に難しいと今感じている戒めです。ビニヤミン王はこう説明しています。あなたが罪を犯す元になることをすべて告げることはできない。その方法や手段はいろいろあって、数え上げられないほど多いからである。もし皆さんがこれらの標準や戒めを守ることに悪戦苦闘しているなら、福音の中に助けを求めるようお勧めします。聖文を読んでください。教会の公式ウェブサイト lds.org を見ることに時間を取り、疑問に対する答えを探してください。両親や教会の指導者、福音に従って生活しながら良い模範を示している人々に話してください。祈り、皆さんを愛しておられる天の御父に心を注ぎ出してください。毎日悔い改めの賜物を使ってください。
他の人に奉仕してください。そして最も大切なことですが、聖霊のささやきに耳を傾けて従ってください。トーマス・S・モンソン大官庁はこのように述べて私たちを励ましています。若い友である皆さん、強くあってください。皆さんは何が正しく何が間違っているかを知っています。罪がどのように偽装しようと、どんなに魅力的であろうと、悪を善に変えることはできません。皆さんのいわゆる友達が明らかに間違ったことを許容しようとするなら、たとえ一人取り残されたとしても、正しいことを擁護する人となってください。天のお父様は私たちがこの世に心を向け、絶えず変化する風潮に従うことを望んでおられません。天父に心を向け、常に変わらぬ天父の導きに従うよう望んでおられます。福音に従って生活し、標準を高く掲げて他の人々を導くように望んでおられるのです。聖文にはこの考えを分かりやすく説明する多くの素晴らしい実例が載っています。旧約聖書の知識ではサムソンについて学ぶことができます。サムソンは生まれつき非常に大きな潜在能力を持っていました。母親はこのような約束を受けました。彼はペリシテ人の手からイスラエルを救い始めるでしょう。しかしサムソンは成長すると神の導きよりもこの世の誘惑に従うようになりました。それらの選択が正しいという理由からではなく、むしろ自分の心にかなうからという理由で選択をしました。サムソンの旅や行動、選択について語るとき、聖文には繰り返し、下っていってという言葉が使われています。サムソンは大きな潜在能力を実現するために、立って光を放つのではなく、この世の力に屈し、神から与えられた力を失い、若くして悲惨な死を遂げたのです。それとは逆に、聖文はダニエルの模範を語っています。ダニエルも大きな潜在能力を持って生まれました。ダニエル記6章にはこう書かれています。ダニエルは彼のうちにある優れた霊のゆえに他のすべての総監及び総督たちに勝っていた。ダニエルはこの世の試練にあったとき、この世に心を向けず立ち上がって天に目を向けました。30日間王以外の誰に対しても祈るべからずというこの世の王の禁令に従わず、ダニエルは家に帰りエルサレムに向かって窓の開かれたところで以前から行っていたように1日に3度ずつ膝をかがめて神の前に祈り、かつ感謝したのです。ダニエルは立って光を放ち、神の戒めに従うことを恐れませんでした。正しいことを守った結果として獅子の穴の中で不快な夜を過ごしましたが、ダニエルは守られ従順だったので祝福を受けました。翌朝ダリオス王はダニエルを獅子の穴から出し、ダニエルの神を恐れ、ダニエルの忠実な模範に従うようにとの命令を下しました。本当にダニエルはもろもろの国民のための旗となり、この世の誘惑にあっても標準を決して下げないことがどういうことかを示してくれたのです。私は今日の青少年の多くの模範について聞くという祝福を受けてきました。皆さんのように恐れずに立って光を放ち、仲間の中で旗を掲げる青少年です。ジョアンナは高校でただ一人の教会員であり、ワードでただ一人の若い女性でした。悪い言葉遣いを決してしないと自分にも主にも約束しました。学校のプロジェクトでペアを組んだ男の子はそのような約束をしてはいませんでしたが、彼女は自分の標準を下げませんでした。彼女の価値観を尊重するよう彼に頼みました。時が経つにつれて優しく時には厳しく注意されながら、彼女の友達は新しい習慣を身につけ、前より良い言葉遣いをするようになりました。多くの人が変化に気づきました。この若者の母親は息子の生活に良い影響を及ぼしてくれたジョアンナに感謝しました。最近訓練の割り当てを受けてフィリピンへ行った時、カレンに会いました。カレンはローレルの頃、ホテルやレストランの運営の分野で学位を取るために勉強していた時の経験を語ってくれました。レストランにあるたくさんの飲み物を作り、試飲することを教師が生徒全員に要求しました。
中にはアルコールが含まれている飲料もありました。カレンはその味見をすることは主の戒めを破ることになると知っていました。重大な結果を招く選択に直面し、カレンは立って光を放つ勇気を見出し、アルコール飲料を飲みませんでした。カレンはこう説明しています。先生が私のところへ来てなぜ飲まないのか聞きました。彼はこう言いました。少なくとも信用しないで、どうやって飲み物の味を知り、この重要な科目にパスするのですか。私は自分が末日聖徒イエス・キリスト教会の会員であり、教会員は健康に害になるものを飲まないと言いました。先生が私に何を期待しようと、たとえ落第点を取ることになろうと仕方がありません。でも自分の標準を下げるようなことはしたくないのです。数週間が過ぎ、その日のことはそれ以上何も言われませんでした。学期末になり、試飲を拒んだことが最終成績に影響するだろうとカレンは覚悟していました。成績を見るのをためらいましたが、見てみるとクラスで最高点を取ったことが分かりました。カレンはこう言っています。この経験を通して分かったことは、私たちが神様に従うとき、神様は必ず祝福してくださるということです。たとえ落第点を取ったとしても、自分のしたことを後悔しないということを知っています。正しいことだと分かっていることを選択するとき、主の目には決して落第生にはならないのです。愛する若い女性の皆さん、皆さんは一人一人大きな潜在能力を持って生まれてきました。皆さんは天父の愛する娘です。天父は皆さんをご存知であり、皆さんを愛しておられます。立って光を放つように進めておられ、皆さんがそうするときに支えと祝福を与えてくださると約束しておられます。皆さん一人一人が天父の勧めを受け入れ、勇気を持ち、天父の約束を受けられるよう祈っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。